そこは何を要求されてるかというのはやっぱりある程度はちゃんと見極めて、うん、それにこうこうなっちゃダメだね手組んなっちゃダメですよね。そうですね。うん、こうに行ったら業のやり方をリサーチしようという,う、ね、ことですね。そこからやっぱりあの何、えー、ですかねおもてなし的なシチュエーションというものが生まれると言いますかね。うんうん、そこの気持ちっていうのは大事だと思いますよ、ね。大事ですね。本当にね。ええー、特にのインドなんていうのは。うん その国自体がものすごく大きいですしでさらにもう一歩踏み込むとですねインドというのは連邦制なんですよね。だから州ごとの権限というのは結構強い州ごとによって全部その特徴が決まったりできまで変わっちゃったりあるいはあのお酒を飲める州があって飲めない州があったり法律までねそうなんです その辺もよく理解してこの州では何を求められているか全体では何を求められているかとかですねそういうことをよく把握して出たらインドのためにもなるし日本のためにもなるんですよね。大事ななことなんででですす安全保障面で言えばですね最近ようやくその価値を 日本の政府もですねしっかりとご理解いただけるようになってきて海上自衛隊が共同訓練やってみたりそういう方向にいってますからこれは非常にいいことですよねね本当そうでですすから安倍首相もね訪印されてさらにとというこ安倍さんはもう期待したいですね、本当にもう信念を負けずにしっかりと日印関係というものをですね発展させる方向に進んでいってもらいたいですね。 あのインドと日本の,、まあ、あの姉妹都市的なあの考え方っていうのは比較的少ないら意いですく、ね、でこれなんかこう、うん、やっぱり先ほども言いましたけどねやっぱりあのお互いのまあある意味大きなウィンウィンってあると思うんですよね、うん、あの日本の場合は人口がどん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 、まあ、少なくなっていきますし、うん、でこのままでいけばですね、うん、まあ何か対策をすればグワッとまたポピュレーションがこう,、うん、<laughs> こういう感じになってくるんじゃないかと思いますけど。えー あのこのままでいけばなんですけど、かたやこのままでいけばインドの人口は先ほどおっしゃいましたように、まあすごい十十今十十億四千万います。中国よりも少ないぐらい。二十五年に逆転するんですか。逆転するう。まあ一人っ子政策なんかがありましたかね。まあ中国はあの人口ピラミッド見てるいただければわかりますけれども、あのこんこんなんになってます。インドって綺麗なピラミッドでしょ。 あれはだからこの形をですねじゃあいきなり変えましょうったってそんなことはできないわけで生まれてから突然人口を増やすっていうのはできませんのでもう一年一年着実にやっていかなきゃいけないんで予測っていうのはつくわけですから今これだけの人が突然死ぬわけじゃないですし今これだけの人が突然増えるわけじゃないですからそういうのは予測はできますからその予測の結果25年にはですね 人口逆転しますので。そうですね。その中で、まあ、ただ単に、あの、ナンバーではなくて。そのヤング層が多いわけでしょう。多いですよね。それであの。平均年齢二十四歳。二十四点三歳。まあ、すっごいですよね。羨ましい、しょうがないですね。羨ましい。です日本の場合は四十、四十四点一歳。ね。ということ。二十歳ぐらい違う。そうですよね。で、あの、購買層も多いし、これからの、その、やり、やり方によっては、まあ。 まあ、国力ですよね。うん、まあ、国の大いなるこうパワーがそこに、まあ、みずみずしくあるわけで。うん、で、そこに今、あの、先日ちょっとね、テレビ見てましたら。うん、あの、京都大学ですけど、東大とか、うん、まあ、いろんな、あの、名だたる大学の方で。そのインド、インドの留学生を取るっていう。うん、それがすごく、あの、怒ってるらしいんですね。うん、やっぱり。日本の場合は、あの、物理にしても、あの、理数系離れが、あの、あって。 これからどん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 その IT だけじゃなくて宇宙開発であるとかまあそういう考え方の,あの基本となるまあ理数の考え方っていうのを。 あのインドの前はすごい力が入ってますもんね入ってますよものすごいですよね、うん、でそれでこういう秀な人間をゲットしようとまあうん、あお互いのようにっていう流れがど,どんどん昔はアメリカに行ってたのが今香港に行ってるらしいんですよです、ね、香港、うん、なぜかっていうとという都ところが大事なんですけど、うん、あの英語なんですよね、うん、で結局あの日本っていう選択肢の中でみんな躊躇するのが英語圏じゃないと、うん、で生活がこう困るんじゃないかとか、うん、あの 助けててもらえなないいいんじゃかかとかそういう部分があって、うん、付け焼き場的にあの日本の,あの、まあ、いわゆる政府の方が、えー、ある大学で英語だけの、ま、学ぶ学部を作ったりとか、うんまあ、そういう授業をどんどん入れたりとかそれを持っていわゆるそのインドの高校生のところでプレゼンテーションをして是非、うん、っていうふうにしてるらしいんですね。うんうん、基本的にこう フューーチャービジョンとして本当にそのどういうふうにしたらいいのかっていうのをもっともっとフューチャービジョンとして考えていってもっとグローバル的に地球を一つのあの何て言うんですかねあのコマとしてっていう言い方おかしいけどどういうことをしたいからどういうふうな国とどういうふうにしたいっていうのを考えなきゃいけないなってい思っててその時は本当に日本はあまり日本に人気がないっていう状態。 苦苦戦戦をしているといううも大ですけどねこれはあの確かに語学の問題もあって、うん、ただ今、ね、あの立命、えー、館とかですねうん、うん、それから秋田国際大学でしたですかねここはもう全部英語で授業を始めてますでしょその結果、うん、あいわゆる就活ですか就職活動ほぼ100%。 決ままっちゃいますよね,すねかたや東大は75%だとか,、うん、だか企業が求めてるのはいわゆるそういう人材ですよね。うん、ねでただ単に英語だけでやるんではなくてそれ、うん、を通じてグローバルと、ね。 いうものを教育してもらった人たちを企業は求めてるわけですよ、ね。もう本当そうだと思いますね。うん、結局あの日本の国っていうものにたくさんいいものがあって歴史もあって、うん、そういうものをやっぱりそのこれからあのどんどんリーダーとして牽引していかなきゃいけないけど、そのポピュレーションがどん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 こうヤング層が少なくなってきてますよね。うん、何か講じなければ。うん、そこでやっぱり今いるヤング層をまああの。 学習をやってる子たちにやっぱり日本の伝とした、うん、そういう,こう文化もそうですしそういうものも学んでもらいながらそれをなおかつ英語で、うん、っていう考え方っていうものとやっぱりウェルカムの状態っていうのは。大、うん、はは大変大事なことで、うんうん 私は日本語を否定してるんじゃないんですけど日本語というのはものすごく大事でこのまともに日本語で読みかけできない人は英語でいくら頑張ったってある程度レベルを超えられないんですよねだから日本語教育というのは本当にしっかりやってもらうただし英語というのはですねアメリカとかイギリスだけの言葉じゃなくてもう今インターナショナルなんですよね。 だからいわゆるそのグローバル世界に出ようと思ったらうん、うん、これもう欠かせないツールになるんですツールとしての教育をやってもらいたいんです。うんツール